野呂川ダムは、広島県呉市安浦町、二級河川、野呂川、水系野呂川に建設されたダム。高さ44.8メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水を目的とする、広島県営の治水ダムである。ダム湖の名は、野呂京安良ぎ湖という。瀬戸内海国立公園、野呂山を水源とし、中畑川、 中り川を合わせて、瀬戸内海へ注ぐ野呂川は、長さ1 0 5トル、流域面積43.2平方キロメートルの二級河川である。下流部において、安浦町の市街地を還流していることから、水害に見舞われることが多く、戦後より計画高水流量175立方メートル毎秒を想定した河川改修工事が進められてきた。しかし、 1967年7月の集中豪雨による被害は甚大で、これを契機に、高級的かつ抜本的な対策として、野呂川ダムの建設が計画された。洪水時にダムで190リッター片メートル毎秒を貯水することで、大きく引き上げられた、計画降水流量400リッター片メートル毎秒を230リッター片メートル毎秒に低減するというものである。 放流設備として、幅10メートルの洪水廃棄ゲートを一門設置。洪水時は、ゲート街道を1.1メートル一定とし、放流量を最大110リッター片メートル毎秒に自然調節する。このほか下流に広がる農地60.87ヘクタールに供給する不特定管外用水の確保も合わせて、計画に盛り込まれた。国庫補助のもと、 1969年に予備調査を、1970年には実施計画調査を開始。1972年、保証基準書が調印され、同年より道路付け替え工事及びダム本体建設工事が着工した。その後、1975年に試験淡水を開始し、1976年3月に竣工。建設費は23億2000万円であった。 野呂川ダムの位置。安浦駅の正方、直線距離で約3キロメートルである。JR 暮れ線、安浦駅から自動車で約15分間、もしくは東広島暮れ自動車道、クロセインターチェンジから自動車で約20分間で野呂川ダムに到着する。ダム周辺では1977年から1982年3月にかけて環境整備事業が実施され。 公園や広場、キャンプ場、運動場が建設された。ダム砂岩にノロガーダム管理事務所があり、ダムカードの配布も行っている。ダム湖は1976年に野呂京安らげ湖と命名。ダム完成により安心して暮らせるようにとの思いが込められている。湖畔の道は桜の並木道として整備。湖面はカヌーの練習場としても利用されている。 野呂山への登山口として知られていた安浦町であるが、その役割は、隣の川尻町に開通した観光道路、サザナミスカイラインにとって変わられたことから、安浦町は、野呂川ダムの整備や、グリーンピア安浦の誘致など、新たな観光資源の創出に努めていった。2010年7月13日から14日にかけて、梅雨前線が停滞し、野呂川ダム地点で、 時間最大57ミリ、累計307ミリの雨量を観測した。ダム流入量は113.5立方メートル毎秒に達したが、ダム放流量を最大39.0リッター片メートル毎秒に抑制することで74万5000立方メートルの水を貯留。これにより、下流の中畑川合流点における河川水位を ダムがない場合と比較して83センチメートル低下させた。クリップ2018年7月5日から7日にかけての雨雲の動き2018年7月7日、平成30年7月豪雨の影響で、同日早朝に野呂川ダムが満水となった。この時緊急放流として180リッター、片メートル毎秒の水が放出され、下流部では浸水被害が生じた。 一連の捜査が流入量以上の水を放流しないとする規定に反したものであったとする疑いがあることから、広島県は有識者を集めた検証の場を設けた。検討の結果は10月24日に報告された。災害当時、ダム管理事務所は交通、通信インフラの損傷により限られた人員、情報での運用を余儀なくされていた。緊急放流の際、 規定に反してゲート街道を一定としたのは、そうした状況下において、さらなる流入量の増加に対応するため、ダム水位を下げるという判断によるものであった。結果として、下流の浸水域が拡大することとなったが、浸水した60.8ヘクタールのうち、緊急放流の影響で拡大したと考えられる範囲は0.47ヘクタールに止まり、大半は、 支流の中畑川の判断によるものと結論付けられた。また、豪雨の影響で大量の土砂がダムに堆積し、ダム容量を圧迫。洪水調節機能の低下が認められたことから、台風など大雨が予想される際、あらかじめ水位を低下させておく措置が取られた。被災した安浦町中心市街地。支流の中畑川の川筋より東側で、泥の堆積が著しい。 ありがとうございます。